ロン・ギドリー、ロナルド・エイムズ・ギドリー、ロナルド・エイムズ・ギドリー、1950年8月28日体は MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ルイジアナ州、ラファイエット出身。ニックネームはルイジアナ・ライトニング・ゲイターの。の MLB ドラフトでニューヨーク・ヤンキースから3巡目に指名を受け入団。がトリプル A 級で6勝5敗14セーブ。 防御率2.90を記録してメジャーに昇格し、7月27日のボストンレッドソックス戦でメジーデビューは開幕をマイナーで迎えたが、好成績を残して昇格。しかし初登板で滅多打ちに相すぐに降格。マイナーでは5勝1敗9セーブ、防御率0.68を記録し、8月に再昇格するが目立った成績は残せなかった。チームは、 地区優勝し、カンザスシティ・ロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、ロースター入りを果たす。登板機会はなかったが、第4戦でダイソーとして出場した。この間に、チームメイトで、クローザーのスパーキー、ライルのスライダーに注目し、これを習得する。の、スプリングトレーニング中、オーナーのジョージ・スタイン・ブレナーの意向で、トレード要因になるが、ゲーブ・ポール GM が、対戦する。 可能性があると言って制止する。開幕当初はリリーフでの起用だったが、5月中旬から先発ローテーション入りし、6月16日のロイヤルズ戦でメジャー初完封。後半戦で8連勝を含む10勝を挙げ、16勝7敗、防御率2.82を記録し、チームの蓄連覇に貢献。前年に続きロイヤルズとの対戦となったリーグチャンピオンシップシリーズでは、 第2戦に先発し、2失点完投勝利。最終第5戦では3回途中で降板するが、チームは9回に逆転して勝利しリーグ連覇を果たす。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは、第4戦に先発し、2失点完投勝利。チームは4勝2敗で15年ぶりのワールドチャンピオンに、輝いた。は、初の開幕投手を務め、月日の、 カリフォルニア・エンゼルス戦で、サワン投手としてのメジャー記録となる18奪三振。開幕から13連勝を記録し、オールスターゲームに初めて選出される。チームは一時レッドソックスに最大14ゲーム差をつけられるが9月に逆転。シーズン最終戦で同率で並ばれるが、ワンゲームプレイオフで先発して7回途中に失点で、勝利投手となるなど25勝3敗。棒 1> 率 1. 立1.74248奪三振、いずれもリーグトップの勝率。893.9完封、ホイップ0.95の高成績で最優秀、防御率、最多勝ちの2冠を獲得し、畜産3連覇に大きく貢献する。3年連続でロイヤルズとの対戦となったリーグチャンピオンシップシリーズでは、第4戦に先発し、8回1失点の好投で勝利投手となり、 リーグ3連覇を果たす。ドジャースとのワールドシリーズでは連敗後の第3戦に先発し、7支球を与えたものの1失点関東勝利。チームは、その後3減少で、シリーズ連覇を達成した。オフに、サイヤング賞を満票で受賞し、MVP の投票でもジムライスに次ぐ2位に入った。は6月に故障者リスト入りするなど前半戦は6勝に止まるが、 後半戦で11連勝を含む12勝を挙げるなど18勝8敗、防御率2.78201奪三振を記録し、2年連続の最優秀防御率を獲得した。は4月は勝敗なしだったが5月に5連勝。17勝を挙げて、チームの2年ぶりの地区優勝に貢献。4度目の対戦となったロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 1> 第1戦に先発したが3回4失点で敗戦投手となり、チームも3連敗で敗退した。は50日間に及ぶストライキで、シーズンが中断、短縮されて、全校規制の変則日程となる。ストライキ明けから6連勝するなどを後半戦で、防御率1.74を記録し、11勝5敗、防御率2.76の成績でチームは全期優勝。 ミルウォーキーブルワーズとのディビジョンシリーズでは、第1戦と第5戦に先発したが、共に5回を投げきれない、不本意な内容。リーグチャンピオンシップシリーズでは、当番機会はなかったが、チームは3年ぶりのリーグ優勝。ドジャースとのワールドシリーズでは、第1戦に先発し7回1失点で、勝利投手。第5戦では6回まで無失点も7回に、ペドロ・ゲレーロ。 スティーブ・イエーガーに連続本塁打を浴びて、逆転を許し敗戦投手。チームは2勝4敗で敗退した。オフにフリーエージェントとなるが、再契約。は3年ぶりのオールスターゲームに選出され、14勝8敗、防御率3.81を記録して、初のゴールドグラブ賞を受賞し、以後4年連続で受賞する。 後半戦だけで14関東を記録するなど21勝9敗、防御率3.42、リーグ最多の21関東の成績。8月7日のシカゴホワイトソックス戦で9回に3者連続で3球、3振を記録し、リーグ史上8人目、メジャー史上20人目の快挙を達成。しかしその後故障で1ヶ月離脱し、10勝11敗、防御率4.51と、初の負け越し。 は4月は1勝3敗だったが、5月から12連勝。22勝6敗、防御率3.27を記録し、2度目の最多勝ちを獲得。サイヤング賞の投票では、ブレット・セイバー・ヘイゲイに次ぐに、3月4日に、ウィリー・ランドルフと共に、副キャプテンに就任。しかし同年腕を痛め、途中7連敗を喫するなど9勝12敗に止まる。オフに再び、 フリーエージェントとなり、5月1日に再契約。終盤故障で離脱するなど22試合の当番で5勝に終わる。は、わずか2勝に終わり、フリーエージェントとなって、マイナー契約を結ぶが、はマイナーでも結果を残せず、7月12日に現役引退を表明した。通算170勝は、球団史上4位、1778奪三振は、ホワイティ・フォードに次ぐに、 通算勝率も引退当時はフォードに次ぐ、史上に出会った。引退後は、ヤンキース参加のマイナーで、投資コーチなどを務める。8月23日に、背番号49が球団史上16番目の永久欠番に指定された。ヤンキースタジアムのモニュメントパークに、レリーフが設置され、そこには、圧倒的な投手で、信頼の厚いリーダー。 真のヤンキースの一員という文字が刻まれている。式典には、モニュメントパークに自身のレリーフが設置されていて、当時存命していた永久欠番選手のフィル・リズート、ヨギベラ、フォード、レジー・ジャクソン、ドン・マッティングリーの5名が出席した。当主では、フォード以来2人目の欠番である。ニメル・ストットルマイヤーの後任として、ヤンキースの投資コーチに就任した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。